本日5時をもちまして記者会見を終了させていただきます。まずはじめに座長から一言よろしくお願いいたします。はい、寒い中ありがとうございます。時間ございませんので、効率的に進めたいと思います。皆さんにしっかりと答えたいと思いますので、質問も端的に我々もきちんと答えたいと思います。よろしくお願いします。それでは本日の検討委員会での議論を踏まえての検討委員の ご所見等につきましてご質問をお受けいたします。質問につきましてはまずは座長に受けていただき、委員の方からお答えをいただきます。時間が限られておりますのでご協力をお願いします。質問の初めに所属お名前をお願いいたします。それではご質問がある方、挙手をお願いいたします。どうぞ。失礼いたします。福島テレビの斉藤と申します。簡潔に質問します。前回の13回と比べまして、今回工場制度官の6名増えたということなんですが、そのご感想とですね、あとはまた改めてなんですが、事故との相関関係といいますか、この辺の部分の認識を改めてお伝えください。この答え方間違うといろいろ言われるんですけれども、6名が増えたというのは、今回きちんと検査をし、そして手続きをした結果として、想定される範囲だろうと私は理解をしていますし、そのように報告を受けたと理解しています。でこれが放射線との影響がどうかということについては、今後きちんと検証する必要があると思いますが、これまでの知見から言うと考えにくいという表現を使っています。この考えにくい表現という表現についても非常に問題があると言われていますけれども、分からないというのが正しいという表現もありますけれども、今現時点で我々が知っているこれまでの知見の積み重ねから言えば想定される範囲だろうというふうに思います。ただし今後どんなふうに変わっていくのかということについて予断を持って対応するわけではありませんので、しっかりとした検証と検査の継続が必要だろうと、あるいは評価が必要だろうと思っています。他にご質問ございますか。マイクお願いします。朝日新聞の本田といいます。よろしくお願いします。この質問はできれば鈴木先生にお願いしたいんですが、座長がまずお答えになっても ありがたいと思います。2の5のですね、丸2の5ページのですね、裁判審等による丸学校3の上の表ですけれども、実効線量との相関の表で、内訳の表です。推計実効線量推計内訳の表ですが、鈴木伸一先生がこれについてですね、これを見てもそのほとんど1ミリシーベルト以下で、全体も2ミリシーベルト以下で、実効線量との関係から見ても非常にそのがんとの関係はないという趣旨のことないのではないかという趣旨のことをおっしゃって、これに対してどなたか委員の方がですね、やはりこれはそのセシウムによる外部被曝による推計だから、甲状腺がんとの関係を言うのならば要素と、それから内部被曝もきちっと考えるべきだというふうなコメントをおっしゃってたと思うんですが、このコメントに対するちょっと考え方を教えて願えればと思います。はい、ありがとうございます。委員の意見として当然だろうと思いますし、私もそういうその詳細な調査が必要だろうと思っています。ですからこれをもってですね、全く関係がないのだ、これ以上の検索が必要がないんだという証拠として示されているのではなくて、現時点で分かる範囲のものが示され、その結果からは、考えにくいという結論を今得ているというだけだと私は思っています。したがって今後、必要な対応を取っていくように、検討委員会からの委員のからの発言ですから、重く受け止めてですね、対応していくことになると思います。他にご質問ございますか。ありがとうございました。一番初め、大岩さん、はい。朝日新聞社の大岩と申します。何点か甲状腺がんのことで教えていただきたいんですが、1点はちょっと今の本田の質問と関係あるんですけど、その常滑先生がその要素の沈着マップなども出ているので、それとの相関関係なんかも調べたらどうかっていうご提案だったと思うんですが、それについて今後具体的にやっていかれる、それも検討していかれるのかどうかっていうのが1点目と、あとそれからこの、調査とは直接は関係ないということだったんですけども、鈴木先生の方から県立医大として遺伝子検査をこれからされていくっていうことだったんですが、
その遺伝子を調べて発がんの原因が被爆かどうかっていうのがそもそも分かるのかどうかっていうところがちょっと疑問なんですけども、まあ、遺伝子検査でその甲状腺がんの子どもさんの手術の検体でどんな遺伝子を調べていかれて、で、まあ、それからどんなことが分かると予想されるのかということもちょっと教えていただけますでしょうか。あと最後に3点目なんですが、心のケアということでサポートチームをすでに作られたということなんですけど、まあ、どんな方たちが、まあ、どんなサポートをしていらっしゃるのか教えてください。はい、1点目についてはご提言でありますで検討委員会として受け止めました。専門委員会もございますので、そちらの等もそれからどの程度のことがどのぐらい分かるのかということも詳細に検討しないとすぐにやれるとかやれないとかということは言えません。先ほど申し上げた通り 重く受け止めて、そういったデータについてもきちんと検証していきたいというふうには思います。2つ目と3つ目は分からないので、担当鈴木先生からお答えいただけますか。はい、福島医大の鈴木でございますけど、まず遺伝子検査ということですけど、これはあくまでも発がんのメカニズムを検討するということで、通常私ども今でも成人のものをやっているものと同じでございます。で、どの、まあ、遺伝子を検索するかというのは、まあ、ある意味我々の研究の先進性のこともありますので、いろんなことありますが、通常の今まで、成人では BRAF という遺伝子が、それも私ども日本では最初に発表していますけど、そういう遺伝子変異が成人にあったということは、今度は小児にはRED-PTC というのの再配列異常があるというのは一般的に知られているわけですけど、それは放射線の影響とは別に子どもに多いで、成人にはそういう先ほど言った BRAF というのが多いという、そういう一般的なことは当然これから調べますけど、それ以外に、未知の遺伝子変異がどういうグループの人に多いかというのは今後見て、それがどんな発がんに影響していたかというのを調べるのが私ども講座での仕事ですので、そういうことをやるということで、今このマーカーを特に調べるとかそういうことではありませんし、もちろん大谷さんが言ったように、今この一つのマーカーを測れば放射線の影響が分かるというものは現時点ではございません。ですが今後そういうことも含めて検討しなければいけないということもありますし、星座長の方に戻りますけど、線量、先ほど言ったいろんなことに関しては私ども自身が測るものではございませんので、いろんなところでそういう情報をこれから取得しながら、我々は甲状腺検診の方のデータ、そして甲状腺の専門家としての自分たちの仕事としていろんなものを突合していくような形になるかと思います。ありがとうございます。あと3つ目ですけど、サポートケアチームですけど、先ほど話しました心のケアの方の前田教授のチームと一緒に、あと私どもの二次検査の担当者、あとはそれをサポートするスタッフと合同でやっていますが、実際にケアしていただくのは心のケアチームということで、それをつないでおります。まあ、そういう形で、どこまで長くできるかというのは今後の問題ですけど、まずは二次検査の段階で、まあ、結果を開示するときとかいろいろな心配事があるところをサポートしていくという形でございます。以上です。はい、隣の方。まずそもそものお話でお伺いしたいんです。すみません、お名前とすみません、テレビ朝日の岩地と申します。そもそものお話でちょっとお伺いしたいんですが、悪性内視悪性割合の疑いというのが 0.03% ということなんですけれども、これを多いと考えているのか少ないと考えているのかということですね。先ほど想定される範囲内ということをおっしゃっていられたんですが、もしこれが普通ということで考えていらっしゃるんであれば、例えば日本の人口、子ども人口20歳未満ですね、2000万人とすれば、60万人ぐらいが甲状腺がんの悪性ないし悪性疑いの割合というふうになるんですけれども、そうするとそれほど甲状腺がんというのはメジャーな病気なのかということです。この2点お願いします。はい、はい、60万人で、え、3%、あ、ごめんなさい、6000人か、2000万人ですよね。1% が200万人ですから、はい、
2000万人の20万人かと6000人ぐらいですか。6000人ぐらいですよね。はい。で、まあ、いずれにしてもそのぐらいの数になるということだと思うんですけど、そうすると結構メジャーな数だと思うんですが、それほど甲状腺がんというのがメジャーな病気なのかということですね。それと、すみません、もう1点ついでにお願いしたいんですが、国際基準では15歳未満で子どもの甲状腺がんというのを評価していると思うんですけれども、子ども人口ということでも日本でも15歳未満ということで評価をしているんですが、15歳未満の数値というのは出しているのか出してないのかという部分と、もし出していないんであれば出していただけないかなと、そうすることによって、国際的な比較もできるじゃないかというふうに考えております。ですね、委員の専門の委員の方にもお答えいただくのがいいんだろうと思いますが、私が今受けている印象だけ、つまり我々検討委員会としての受け止め方を申し上げれば、今まで未知の検診の仕方、つまり有所見で見つかったがん患者さんと比べて何パーセントかということを議論しているわけではなくて、全く所見のない患者さんに、全員、検診をして、その中から見つけているということにおいて、これまで知られているがんの有病率その他と直接比べることができないということを前提に今は話をしていますので、その直接の比較をするということについては、やはりちょっと考え方を、きちんとする必要があるんだろうなと思っています。で、多いか少ないかというのは我々は、今未知のゾーンですけれども、想定される範囲だというのは申し上げた通りでありますので、多いとも少ないとも、いうことにはならないと思います。甲状腺の専門家がいますので、甲状腺の専門家から、お答えをいただきますが、あ、どうぞ清水先生。はい、私も藤田長と同じ考えです。多いか少ないかはここでは断定できないですね。っていうのは、これだけの人数の大規模の検査をして、その中で正確に診断しているわけなので、まあ、0.03% の事実ですので、これを、まあ、これからですね、長い間かけて検証しながら世の中に発表していかなくちゃいけないと。で、今までのデータと比べて政策のことを比較していかなくてはいけないというふうに思います。それ以外のことで5歳未満の件について、あとその6000、もしだから 0.03% をだから先ほどごめんなさい、僕60万人、6000人ですよね、日本全国で6000人ってなるということは、かなり子どもにとってはメジャーな病気になると思うんですけれども、その辺はどうお考えなんですか。それもしこれが普通のことであれば、全国規模での調査とか何かをすることも必要なんじゃないかなというふうに思うんですが、今までがんセンターから2000何年かにちゃんとインターネットにも出てますけども、発表がありますけども、15歳以下のがんって非常に少ないですね。で、この先ほど2000万人ですっけ、2000万人の中の 0.6% 6000人と、これは確かにそれと比べると多いです。その時 の広告と比べるとですね。ただこれはそのがんセンターから、あ、がん県ですねからのデータ、がんセンターですからのデータは、それは全員比較して調べた結果ではなくて、発症して初めて病気だって分かって患者さんを手術をしたということですね、診断できたということなので、今回のは全員調べてです、普通、病気でない方ですね、全員の検査をした中の 0.03% なので、これはちょっとそのデータとも比較できないし、これから検証しなくてはならないと思います。他に15歳未満の話、何の15歳未満の話、国家基準は子どもの甲状腺が、例えばベラルーシとかでもそうですけど、15歳未満ということで出してますよね。で、日本の子ども人口も15歳未満なんですけど、こちらのデータでは15歳未満でこれだけ発症しているとか分母っていうことが出てないので、そこは調べていらっしゃるんですか。年齢階級別に出てますので、よくご覧いただいて。年齢階級別に出てますけども、分母数が出てないんですよね。15歳未満何か
部分も出てるはずですが。ではちょっとそこ確認いただいてですね、時間が限られておりますので先に進みたいと思います。今15歳未満とおっしゃいましたけれども、チェルノブイリのデータも15歳未満のデータとですね、それからティーンエイジャーとしても18歳までのデータもちゃんと出してますし、それから大人のデータも別に出てますし、今回の検査で年齢別に出てますので、それは比較的チェルノブイリのデータともちゃんと比較ができると思います。15歳未満以下ですね。あ、以下ですね。はい、どうぞ。すみません。ジャパンパースペクティブニュースの相原です。2点鈴木先生にご質問したいと思います。今のお話は前回ですね、先生記者会見でおっしゃった被爆影響のないロシアの子どもの検査でも4000人から5000人に1人がんが見つかっているというようなお話があって、でその、出典ですね、どういうふうなリサーチ元に、これイワノバさんという方 のリサーチだと思うんですけども、それを今回 の検査というか検討委員会に、適用した採用した理由とか、そういうの説明がないんで、いろいろ数字が一人歩きして混乱していると思うんで、後日でもいいので、その採用された研究とその理由、背景ですね、理由について、一つご提供いただきたいというのが一点で、もう一点ですけれども、この検討委員会では独自の、何の利害関係もない倫理委員会というものを立ち上げるようなご検討はなされておるのでしょうか。というのは過去の放射能 の災害健康被害では検査すれども治療せずっていうような問題があって、で今回それは検査はしている、治療もしてるんだけども、十分な検査がなされ、調査が、検査がな、治療がなされてない、なおかつ例えばビキニ被爆なんかの時には被爆した人をみんなアメリカ本国に連れてって特定の医療機関で治療していたというような問題などがあります。で今回私がちょっとお聞きしたい理由としては、つまり検査と治療と研究が同じ福島県立医科大学で行われているということで、今回厚労省がですね、ヒトゲノムの遺伝子解析の倫理委員会の指針を改定しましたけども、その中でもセカンドオピニオンに関する部分というのは非常に手厚くなってます。検査からも調査からも、治療からも自分たち の機関を選定できる、選べる、そういった自由な選択が必要なんですけれども、今回検査と治療をやっているところで研究が入るっていうことになると、それはそういった自由な選択っていうものを狭めてしまうんじゃないか、つまりもうあなたはがんです、がんの疑いですとなった段階で非常にもう患者さんっていうかはもうすごくこうなんか身柄を捉えているようなところにあるわけで、手術を別の東北大とかですね、他の病院、いろんな病院で選択するということが可能になってないんじゃないかということが一つ疑問としてあるのと、またその今回の指針に沿って行われているということを改めて確認させてください。ちょっと今日の議論とかなりずれているので、その準備をしていないというのと、それから質問の意味が十分によく私にも理解できないんですけれども、検討医大の中での、この研究については医大の倫理委員会を通っているという説明が最初にありまして、我々はそういうふうな理解でデータのやり取りをしていますし、検査のやり取りを見ています。従いまして、そのご質問にもしお答えするとすれば、少しまた別な場面でということにせざるを得ないのではないかと私は思いますので、次の質問をお願いいたします。ちょっと待ってください。それでは次の先生、ご質問をお願いします。今のはちょっと違うでしょう。星先生ね、県が主体として調査をやってるんですが、県立医大じゃなくて、だから検討委員会はそれを検討するんですか、やり方。星先生の座長のお考えでもおっしゃってください。私たちはね、独立した倫理委員会についてはですね、今ご意見をいただいて、なるほどと思う部分があれば私も検討します。今即答を避けさせていただきます。というのは、詳細、つまりどういうものが問題になっているのかと、もう少しきちんと私も理解する必要があると思います。現時点で、
この倫理委員会が一定の枠組みの中で行われているこの検査について見直しの時期が来れば、当然体制やそういったことについても検討する時期が来ると思いますので、そういった時には対応といいますか、考える一つの材料として聞かせていただきます。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。鈴木先生から回答が、どうぞ。すみません、名古屋テレビの安藤と申します。ちょっと私の場合素朴な質問になっちゃって申し訳ないんですけれども、一つが今 あのお話の中で 0.03% っていう話でご回答を聞いてるうちに、想定内と言われた根拠がどこにあるのかなって一つ疑問に思いました。その質問が一つで、今回その健康審査の中で前回とかにあった決算の数字がこの発表の中にないのは、毎回は決算についてはデータがこういうふうに揃わないというか出さない、なんか理由っていうのがあるのかなと思ってお聞かせください。想定というのはですね、先ほどから申し上げてとよろしいですか。想定というのはですね、先ほどから申し上げている通り、今までやったことがない大規模な調査をします。そして年齢の範囲も非常に大きな範囲をやりますという中で、普通に症状があって見つかる患者さんじゃない、いわゆる検診をすることによって見つかる患者さんというのは一定程度いるでしょうということを想定しています。でそれはこれまで分かっている状況で言えば、チェルノブイリの例で言えば、その被爆当時に比較的若い年齢層の人たちから出てくるだろうということも、それから数年経って出てくるだろうということも、これまでの知見で分かっています。でそれと比較して現時点で出ている数や年齢層や、について考えてみれば、そのがん、放射線の影響を受けて増えたがんであるというようなことを強く疑わせるような所見はないものですから、我々はいくつ出るっていうのを想定したわけではありません。つまりこのぐらい出るよねということを想定して、つまり何十人という数を具体的に想像しているわけではありませんけれども、ある範囲において、その想像している範囲を超えていないというふうに私は理解しています。そして今申し上げた通り、それは今までは症状があって見つかってがんとして確定された人たちということがベースにあって、そしてチェルノブイリで得られたデータから推定されるその発がんの影響、放射線の影響を受けて発がんをするであろうというような事柄を総合的に考えて、想定という言葉を使わせていただきました。ですから私はそれ以外にお答えしようがないんじゃないかなと思いますが、何かその どういうふうにお答えすれば。つまり初めてこれぐらい大規模な調査をなさったと、でチェルノブイリともちょっと違う、その見られた傾向がまだ見られていないとおっしゃって、その中で 0.03 が想定って言われると、 0.03 の何が想定なんだろうと、その具体的な数字が、まあ、結果として出てますよね。それが想定って言われることに、なんかこう、なんかこう、どう受け止めたらいいのかなっていうのがよくわからないと。ここですか。素朴な疑問としてそうかもしれません。それを否定はしません。ただこれまで専門家の意見いろいろ聞かせていただいた我々もそういうお話をしながら、ここまで来ています。で、地域との関係がどうかとか、あるいは年齢と関係がどうなのかとか、あるいは被爆した、まあ、これ先ほどから言ってる外部被爆の問題ですけれども、それと比較してどうなのかというようなことについては、先ほどから申し上げている通り、今後詳細に検討して本当に被爆の影響はないのかどうか、あるいは今後どうなるのかということについては未知数だというふうに申し上げています。ただ今スクリーニングとしてやっていて、影響が出ていない範囲で、そして想定というのは年齢層や、その見つかる大きさ、その他についてもその考えた上で、私はそう申し上げているので、何か清水先生いい回答があるのであれば。我々専門にとってはたくさん見ますので、メジャーな病気というかそうだと思いますけれども、全体的に見ると全部の体全部から出る悪性腫瘍の中ではそんなに多くはないと思いますね。例えば胃がん、大腸がん、胃がんなどと比べるともっと少ないと思いますけれども、ただ何回申し上げているように、
これだけの大規模な36万人、38万人の検査をすると、やっぱり見つかりますと思いますよね。それが想定だということだと思うんです。それは何パーセントになるかというのは予想できないので、その中でこういう結果が出たということ以外にちょっと言えないと思いますね。すみません、資料につきましては、そのためにこう新しいものが出たとき、あるいは積み重なったものが出たときに、まとまったときに出しているということでよろしいでしょうか。先ほど の鈴木先生にお願いした4000人から5000人に1人の資料なんかはご検討いただけますか。答えてよろしいでしょうか。お出しできますし、もうすでにある、あるところにホームページにももうその人のコメントも載せてありますので、後ほどそれはお出ししますし、もペーパーにもなってますし、何度か講演でも話されているので、同じような今この制度、同じような超音波のシステムで同じような制度で大規模にスクリーニングを続けているということで、採用に値するというのはそういうことでございます。古い論文ですと比較ができない。現在、放射線の影響のないところも含めて同じようなスクリーニングを続けている人のデータで、そういうことはロシアはそういうことをずっと続けてますので、そういうことで最新のデータで分かっているということでございます。あと先ほど の大学の件ですけど、それとこの県民健康調査とは関係ありませんし、我々はこの手術例の話をしているのではありません。私どもが手術をする施設でありますので、そういうところで、患者さんになった人に対して、そういう研究をしているということで、この県民健康管理調査の人を大学で倫理会を通して検討するということを言っていることとはちょっと違います。ただ私どもは甲状腺を専門にしているので、この手術をされた方がどこで治療したかというのは一切今公表していませんので、その話と私どものところで治療しているしていないというのはまた別の話で、私どもは通常業務で、甲状腺の診療をしていますので、その中に、今関心が高まっている承認の方がいれば、そういう検討も今後学問としてしていくというのが通常の大学の仕事としての一つだと思いますけど、そのこととこの検討委員会でやっている仕事がストレートに続いていないので、ここで倫理会を通すとか通さないとかの話でもありませんし、それとは全く違って、大学に入院をされてきて治療をされた方のに対しての検討ですので、これは別にお考えください。以上です。今日は5時終了ということであと10分程度になっております。ご協力をお願いいたします。じゃどうぞ。共同通信の篠原です。よろしくお願いします。ちょっと質問に入る前に1点だけ数字確認させていただきたいんですけども、最初の質問であったがんの数について、これは6例増加ということなんですけども、前回よりこれ乳頭がんは6例ですけども、甲状腺がん自体はこの身分疑いも含め、疑いとか1例、低分化の疑いも1例含めて、甲状腺がん自体は7例の増加、これいう認識でいいんですか。さっきやり取りちょっと大丈夫ですか。鈴木先生、具体的にお答えてください。すいません。いや低分化がんっていうのをこの間はこの間の資料には乳頭がんの数から、今確認します。乳頭がんの数の中に低分化が疑いが入っておりました。でそれが口頭で今再検討中だというのを申し上げたのを、今回は乳頭がん疑いというふうに別枠で書いたものであります。なので前回26で、今回がんは33。そうですよね、1例、だから7例の増加、そういうことになりますね。ちょっとそこだけ確認をと思いまして、すみません、質問に入らせていただきます。甲状腺がんその確定者、今回33ですけども、この予後について予後がずっといいと言われていることなんですけども、今までも手術して良好だということで、改めてこの33例の予後がどうかというのが1点で、あとですね、部会の方でも報告でもあったんですけども、3月に1巡目検査終わると、で4月から2巡目検査に入ります。で1巡目検査の結果が出るのは夏頃というのがずっと言われてましたけども、改めて夏頃というのでいいかどうか2点で、最後ですね、
1巡目検査、これ3月で終わるんですけども、この1巡目検査の意義を改めてこの検討委員会としてと、あと2巡目検査、4月から次回の検討が始まる前に始まりますが、2巡目検査との違いと、2巡目検査の目的を改めていただければと、この3点お願いします。はい、用語については答えられる範囲で、鈴木先生にお答えいただきたいと思います。4月に終わって8月頃というのは 全般、私が、聞きを読んだといいますか、そのぐらいには結果が出せるよねという話をしたので、特段のことがなければそのように、取り扱いができるだろうと思っています。で、1巡目と2巡目の違いについては私が簡単に述べた後、鈴木先生にしっかりと述べていただくかもしれませんが、1巡目検査は、先行検査というふうに言っています。想定されている、つまり放射線の影響が出るであろうかもしれない期間というのは一定期間あるということですから、その前に現時点のベースがどうなのかというのを検査するのが私は先行検査と理解しておりまして、今後は放射線の影響があるとすれば、特に若年層の患者さんたちから、がんが出てくる可能性がありますから、そこは慎重に見ていくというのが一点でしょうし、今回は前回の検査データ、つまり先行検査をした画像やデータその他についてすでに蓄積されていますので、それとの比較においてどうなのか、あるいは結節や乳頭という乳頭ごめんなさい結節や、嚢胞がある、患者さんたちについても、それが、大きくなるのか小さくなるのかといったようなことについても不安を持っている人たちも多いでしょうから、そういったことについての変化がどうなのかということが具体的に分かってくる検査だというふうに意識しています。で、長期にわたるということに関しては、放射線の影響は長期にわたることが想定されるので、一定期間をやる必要があるだろうということで、計画された検査だというふうに私は理解しています。鈴木先生、何か補うことがあったらお願いします。まず必ず手術例のご質問をいただくんですけど、ここから先はそれぞれの個人の、いわゆる保険診療で通常の診療行為で、やってらっしゃることですので、それぞれの医師の守秘義務がありますので、我々が大きな形でこういう報告義務があるので、ギリギリのところでこういうデータを取得集計して報告してますので、ここに述べることはできませんけど、この全体の例を見ても、いわゆる予後不良と言われているタイプがあるんですが、そういうものは存在してません。今のところ聞いておりません。そこまでですので、あと正確な形っていうのは今後今のところは出せませんけど、今聞いている形では、いわゆる浸潤のタイプで予後が不良だとかいうのは聞いておりません。あと、いわゆる、この本格検査、先行検査が3月で終わって、いつ出るんだというと、一次検査が終わるのが3月です。で、先ほどの報告も判定結果が出るのに12月31日までのデータでも11月までしか判定結果が出ない、1ヶ月ちょっとのタイムラグがあります。で、あと二次検査があります。二次検査が確定するところまでで、それも今も90% 台の進捗率ですけど、それが 100% まで求めるのか、何パーセントで止めるのかによって、データをどこで締めて、皆さんに報告するかというのは、いつまでも少しずつ増える可能性はありますので、そこをどこまで、で閉じるかというのはありますけど、8月目標でなんとかある程度のデータを出したいということでありますので、今その辺のタイムラグというのはご理解いただければと思います。あと2巡目の検査以降どうなるのかということですけど、1巡目の意味というのは、先ほどから何度も出ているように、この率は高いのか高くないのかということをおっしゃいましたけど、この率は誰も知られておりません。ただ我々は成人例での超音波検診をすると、成人例ではとんでもない数、人に場合によっては1000倍くらい超音波検診で見つかるということがありますので、どのくらいの数がこの検診をやったら見つかるかのかというのは、やり方、精度、いろんなことによって違いますので、しかもそういうものをやられてない中でやったということで、それを今後はこれをベースラインにしてずっと長きにわたって見ていって、どういうふうに変わるのか変わらないのか、変わっていかないということも大事ですし、何が変わるのか、それ変わる中に、もしかすると放射線の影響があるのかどうかと、そういうことも含めて検討していくのがこの検査の目的であります。ですから今日も本会議の中でありましたけど、2回目の検査をどうやって受けてもらうか、我々本格検査を封筒を出したときに、これまたもうやったじゃないって捨てられないように、
ちゃんと今工夫を考えておりますが、2回目の検査、3回目の検査と長きにわたってやっていくということは重要だということが周知しなければいけないということだと思っています。あと最後に先ほどからその 0.3% のことですけど、パーセントだけじゃなくて、地域性がない、あと分かっている中で明らかな線量が高いものがない、あとチェノブイリのように若年者に発症がない、あとサイズがですね、これはもうこれもペーパーがありますけど、日本で昔小児用甲状腺がんを集めたときに平均腫瘍径が41ミリで、その同じ時期にやってたチェルノブイの子どもたちは超音波検診をしていたので15ミリで見つかっています。で今回の平均も見ていただくと 14.3 ミリと、超音波検診で見つけるとこのくらいのサイズで見つかるというのは一つ想定範囲内だということも一つであります。ですがあくまでもベースになるもともとのデータがないということは非常に重要なことなので、それが元でこの検診がすぐに始まったということをご理解いただければと思います。以上です。予後が不良なものは、予後不良というタイプは、これもうちょっとだけ分かりやすくお願いします。個人的なことなんで、まず一般的に若年者の甲状腺がんというのは極めて予後良好で、30年生存率でも90数%か 99% と極めて長いと言われていますし、病気分類も最大4期まであるうち2期までしかありません。それは極めて最初から予後がいいということがあります。でその中でも、その中でも現在集計して聞いている中では、我々が集計している中ではそういう悪いタイプはいない。それは周囲へ非常に浸潤するとか、遠いところにいっぱい転用するとか、そういう人は今のところ聞いていないということで、正確なデータは我々いずれ科学的なところに出そうと思います。以上です。あと1つか2つの質問になるかと思います。前に、フリーの機能ですけれどもよろしくお願いします。2点なんですけれども、まず1点が先ほどからちょっと出ていた想定内の関係なんですが、これ例えばですね、どのぐらいになるとその想定の範囲内から外れるかというようなものがあれば、そこまではそういうことなのかなというのが理解できると思うんですけれども、その辺はもう少しこう明確にですね、どの程度になると今と状況が違うというふうに言えるようなその境目みたいなものを想定考えられているものがあるかどうか、それを教えてください。それが1点です。もう1点がですね、これは鈴木先生にお伺いしたいんですけれども、医大の倫理委員会の方に、今回の甲状腺検査を始める前にですね、出した文書の中で、小児甲状腺がんは100万人、年間100万人あたり1、2名と極めて少なく、結節の大半は良性のものですという表記をされて倫理委員会を通しているんですけれども、これと今回の今の結果の整合性というのはどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。2点お願いします。はい、想定内想定外の話はあれですが、先生これ確か前回も同じようなことを答えたと思うんですけども、やはり大事なことはですね、これは先ほどから話があるその因果関係というのがどうなのかということをきちんと検証する、そのためにこの、県民健康管理調査をきちんとやるということだと思います。つまり、今ずっと想定内の数というのはいわゆる甲状腺がんの縦軸で何例出ているかということになります。問題は先ほど来出ているその発症年齢の分類ですね、その年齢がどうなのかという横軸、あるいは線量、これは外部被曝線量なのか、今後その甲状腺の実際の内部被曝線量をするのかという議論は今後ですけども、そういったものの横軸と縦軸の関係をきちんと見て、それによって因果関係はどうかということを証明していくことによって、それが先ほどあった想定内のか想定外なのかということを検証していくことだというふうに私は考えております。そうするとちょっと確認なんですけれども、想定の範囲内かどうかという明確な境目というのはまだないというふうに考えた方がいいんでしょうかね。ですから数で想定内想定外というよりも、今言ったような因果関係をきちんと、明らかにしていくということが重要であろうと、そのための、そのためにも今いろいろと、医大の先生方に調査をしていただいているというふうに私は考えた。いや ですので、その数ではなくて、その因果関係が証明できるかどうかという、そういう基準、要するに境目、例えば線量であるとか年齢がじゃあいくつぐらいが出てきたらどうかとかですね、そういったような
数字というのがあるかないかというのは、はい、それは先ほどからお話が清水先生方からお話ありましたけれども、まあ、事故当時、まあ、チェルノブイリでは事故当時、まあ、0歳から5歳といったような世代に、まあ、がんが集積したということがありましたので、そういった年齢の分布ですね。そしてやっぱりもう一つは先ほどから言っている、まあ、線量といったものがとの関連ですね、発症の関連ということになろうかと思います。もう一つ僕は非常に大事なことはですね、今4000人ぐらい被災者地域以外のところを検査をしていると思うんですけど、もっと膨大な量の同じジェネレーションのですね、同じ検査をして比較するのが絶対大事だと思うんですね。それはぜひこれからもっともっと続けていくべきだと思います。で、初めて同じ例えば何歳で、まあ、10歳の同じ、10歳同じ被災した人と してない人の同じぐらいの膨大な数の検査をしてがんの見つかる率が違うかどうか、数がですね、それをぜひこれから私はやっていくべきだと思ってます。これが想定です。あと先生にお願いします、はい、じゃあ答えします。倫理委員会で100万人に 1,2 名といったのは、その当時いろんなものに書かれてたものはそういうことで、我々も別に子どもの統計をしていません。ただ今回大きな誤解があるのは、15歳以下ですか、そのくらいの人での大体小児の甲状腺がんで、100万人に1名 1,2 名くらいで、本当に通常は経験がないということの表現であります。でその時にこの県民健康調査は当時18歳で、現在は対象が21歳にまでなってますので、その人たちの頻度とはまた大きくかけ離れます。で最近のアメリカで出ている論文でも、年齢が上がるごとに頻度の率は大きく変わってきます。でそういうこともありますので、そういうことを踏まえながら出さなければいけないんですけど、福島も含めて日本ではそういう疫学的な調査が明確にされてなかった、要するに先ほどから出ているような偶然、疾患が分かって見つかる、ですからサイズも大きい、そういう人ががん登録をされてそのくらいの数しかいなかったということで、15歳未満でもですね、100万人に1人2人という人数では今ないと思うんですけれども、もっと多いと思うんですけれども、これはどう考えたらいいんでしょう。ですから、これは100万人に1人というのは、何度も申し上げているように症状が出て見つかった人だと想定されます。我々はこういうスクリーニングをして、超音波検診でスクリーニングをするって、このスクリーニングをすることによる発見率とは全然違うということをご理解いただければ、はい、申し訳ありません。私がお伺いしたいのは、予定の時間になっております。委員会を通す上で、そのスクリーニング効果というのをなぜ考えなかったのかということを含めてお伺いしたいんですが、要するに委員会を通したときにはスクリーニング効果あるかないかというのは考慮されなかったわけですね。それは今状況がそうすると、いや考慮してないんじゃなくて、それは一般的に常識的なことですけど、どのくらいのスクリーニング効果があるかっていうのは子どもさんたちにやってない検査でありますので、それは想定されてないと思います。考慮はされていたんでしょうか、されていなかったんでしょうか。その二択で結構なんですけど、すいません、検討委員会の記者会見、その一言だけで結構なんですが、すいません、終了後お話しいただければと思います。いや、委員の先生方、それぞれご都合がございますので、あらかじめアナウンスの通り、今日5時で終了させていただきたいと思います。一言だけですよ、考慮していたのかしてなかった、倫理委員会っていうのは、そんなに軽いもんじゃないですよね。それをどういう、はい、それをどういうふうに考えて、この文書を作られていたのかということで、相手があってのことで、はい、いろんな倫理上の問題を通すわけですけど、甲状腺に関するスクリーニングバイアスというのは、当然成人の場合は常識的にある程度あるというのは分かってますけど、はい、子どもにはそういうデータも全くありません。ですので僕がお伺いしたいのは、その考慮していたのかしてなかったのかという、その点で考慮してないじゃなくて、倫理委員会にそれを要求されるような事象でなかったということで、要するに考慮しなかったということでよろしいですか。考慮するところではないと思います。考慮するから出すじゃなくて、倫理委員会で、我々が出して、そこを通すものでありますから、倫理上の問題ですので、全ての研究計画を
全てを出すということではなくて、倫理上問題になるところを出すものだと思っております。要するに考慮してなかったというふうに理解したので。理解はしております。考慮もしております、はい、それを全て出すものではありません。以上です。それではこれをもちまして検討委員会後の記者会見につきまして終了させていただきます。皆様お疲れ様でした。